スクイーズが欲しい。おお、うん、これかわいい。でも高いな。大きい、安い。ん、めっちゃ欲しい。ママ、スクイーズ買って。ピクニーからお願い。お小遣いで買うから。よし、ポチッとな、ポチッとな、ポチッとな。オーダー完了。私の人生初のスクイーズが今ここに到着しました。イエーイ、嬉しすぎます。感動です。はい、開けてみたいと思います。お、開けてみましょう。開けてみましょう。はい、ことちゃん人生初のスクイーズ、自分のお小遣いで買いました。中身切ったら困るから、開けるとき最初はそうな、最初こと、これはことのだから。開いた。3つ頼んだうちの2つが来ました。もう1個は多分後日来ます。パン。え、あー、来たー。メロンパン、何それ。メロンパンっぽいよね。はい、開けて。ほら、まだ見ないから。まだ見ないから。何のやつそれ。こういうのやつだ。あ、猫ちゃんの。うん、見せて見せて。せーの、パン。見せて。お、っていうか袋開けないと見えないね。じゃーん、匂いが嗅いでます。いや、少しは匂いいいんだよ。いい匂い。いい匂いするの。ほんと、うん、いい匂いっていうか、なんかスポンジの匂い。触りたい。来た。登場。ゴミポイして。ゴミポイして。すごい、もうふわふわこれ。じゃあまずパンのスクイーズから紹介してください。正解。正解。見て、すごい。見てこれ、見てこれ。大きい大きい大きい。ともちゃんの手より大きい。ともの手。あはは。あはは。スクイーズしどうする。そうなの。いつスクイーズするの。今、そうだな。待てよ、待てよ。せーの。あー、これが言いたかったの。これがやりたかったんでしょうか。はい、ママ見せる。じゃあ次、猫ちゃんのスクイーズ、スクイーズしていい。せーの。あー、寒い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 。今度こっちやりたい。せーの。はい、返してあげて。じゃないの。猫ちゃん紹介させてもらいます。コーヒーカップから顔が出てる白猫ちゃんで、ここにカプチーノコーヒー書いてます。やめて。オッケー。やめて。ちょっと日本のようにちょっと作りは粗いけど可愛いです。次はパン、パンのスクイーズです。ちょっと日本のに比べると本物感は少ないんですけど、気持ちがいいのには変わりません。本当のパン生地みたい。あのね、そう、待てよ、そのキャッチ、キャッチ、ぷよん。あ、ごめん。あ、わあ。ごめん、ごめん。キウイ入ってこない。なんか別にいい匂いしないけど。せーの、フラットでするからね。
あ、まあ、うち違う。レモン。反対側見せないと分かんない。いや、じゃじゃーん、中身が黄色で外側がピンクのレモンが来ました。でもこれは中国からちょっと破れてるんだよね、届いた時から。ちょっとね、質がね、日本のに比べるとやはり劣るというか、この辺がもうなんかボロボロして初めからボロボロしてました。違うのはなってなかったっけ。そうね、こっちもこっちもこの2つとも中国から来たんだけど、こっちと、うん、こっちちょっとなってるよ。こっちちょっとなってるよね。ちょっとなんかほら、この辺のインクの塗り方とかがちょっと雑だったりします。違う、潰してみて。せーの、これもでも低反発だね、ゆっくり。あ、結構早いよ。これ結構早いよ。あ、本当戻るの早い感じ、はい、あ、そうなんだ。どれが一番気に入ってる？分かった、これパン。そしてママ、これママはこのようにして、やっと我が家にも3つスクイーズがやってきました。最後まで見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you next time. Bye.